おはようございます。マスタートです。御言葉に触れての時間となりました。では、最初のお祝いをいたします。この三言葉に触れての、まあ、最初から最後まで導いてください。感謝して、イエス様のお名前によってお願いいたします。メン。マスタートです。今日が、ゴールデンウィーク最終日ですね。子供に、5月の5日。今日、まあ、昨日は、 えー、4日ですね、えー、まあ久しぶりに年末年始以来妻の実家に、えー、1時間かけて車で、えー、ドライブしましたけど、まあ、途中いろいろ。まあ あの説教ベテラン先生からあ困難にあった時にそのつぶやかないというかそういうそういうですね、まあ、他人のせいにしないまた、えー、不平を言わない、えー、つまずかない、えー、つ,ぶつぶやかない、えー、失望しないということで、えー、改めて今日の朝は思い出されたことですね。こ、えと、ー、がううまくいいかない、えー、時、えー、どうしても えーえー、誰かのせいにしますね。また失望しますね。落胆しますね。またつぶやきますね。そういうことを改めて申、うん、されたああ昨,日昨日でしたですね。はい。えー、なかなか、はい。えー、すまちょっと、えー、油断がそ,そりましたけど、えー、朝、えーえー、なかなかあ朝起きるのもつらいですね。はい、えー。ちょっとコーヒーを飲んで、えー まあ、ゆっくりしてますけど、もうお仕事をすると、このようなあ、ゆっくりとは、動画撮りもできないかと思いますけど、はい、えー、まあ、お休みの日頑張っていきます。えー、いつもお、今日は、えー、昨日が画家の6章でしたので、えー、聖書1日1章から画家の7章ですね。はい、見ていきます。感謝いたします。えー、この、えー、画家の7章読んで、画家は全部で、えー と画家の次は、えー、今第二ペテルの,の手紙ですね「新約聖書は」は、えー、聖書一日一章画家の8章ありますねはい、えー、明日ちょっとお仕事早いですけど、えー、このように録画撮るができるかどうかまあ気をもんでいますけどそれはもう委ねましょうねはい、えー、画家の 7章,ねえー、7章「ですすねをけの旅ってまませんどき章高貴な人の娘よ」えー「サンダルの中のあなたの足はなんと美しいことよ」「あなたの丸火を帯びた桃は明治の手で作られた飾りのようだ」「あなたのほぞは混ぜ合わせたブドウ酒のつけることない」 丸い杯あなたの腹はユリの花で囲まれた小麦の山あなたの二つのちぶさは双子のカモシカ二頭のコジカあなたの首は象牙の櫓のようだあなたの目はバテラミブの門のほとりヘシボンの池、えー、あなたの花はダマスコの方を見合っているレバロンの櫓のようだ あなたの頭はカルメル山のようにそびえあなたの乱れた髪は紫色。王はそのふさふさした髪の虜になった。あ、えー、あ、慰めに、えー、満ちた愛よあなたなんと美しい心よいことよあなたの背丈は夏目やしの木のようあなたのちぶさはぶどうのふさのようだ私は言った、えー。夏目やしの木,の木に登りその枝をつかみたいあなたの ちぶさはぶどうの房のようにあなたの息はりんごの香りのようであれあなたの言葉は良いぶどう酒のようだ、えー、私の愛に対して、えー、滑らかに流れる眠っているものの唇を流れる、えー、私は私の愛する方のものあの方は私を恋したさあ,あ私の愛する方よ 飲んでていって、変な樹の花の中で夜を過ごしましょう。私たちは朝早くからブドウ畑に来、えー、ブドウの木が芽を出したか、花が咲いたか、桜の花が咲いたかどうかを見て、えー、そこで、えー、私の愛をあなたに捧げましょう。恋なすびは香りを放ち、私の門ののそばには、新しいのも古いのもすべて最上のものがあります。私の愛する方よ。 これはあなたのために蓄えられたものです。あ、はい感謝いたします。えー、この今日の画家の7章ですね。えー、これからどの御言葉に注目して、えー、少しお話ししていきたいと思います。まあ恥ずかしいですけど、えー、これまあ、画家はあまあ、恋愛かとかまあいろいろ、えー、まあ、イエス様についてのたとえとかいろいろと、うん、説がありますけど、まあ、この今日は。 あこの旧説ですねちょっとあなたの言葉は良いブドウ酒のようだ、えー、私の愛に対して、えー、滑らかに流れる眠っている者の唇を流れるこのあなたの言葉ですね、えー、ちょっと言葉に、えー、注目していきたいと思います信玄、えー、にもまあそのあ言葉ですね、えー えーまあ、滑らかな言葉は癒やすけど激しい言葉は、えーそのまあ、争いのもとということで、えー、私はそのつぶやきさっき言ったように、えー、失望タン失望、えー、つぶやきが言葉が出ますね、えー、賛美も出ますけど役も手紙かな同じ口から呪いと賛美が出るまたその甘い泉からはえー、っとその、えー その泉から甘いのと苦いのが出るだろうかということで「言葉はヤコブの火のようです」ということでそのヤコブですね開けるかなヤコブの本当に「言葉は火のようですね」そういうことで今日はちょっと言葉について見ていきましょう。これ ででないですね薬部の手に薬部の手紙ですねえー、っとその箇所がありましたけど一つぐらい、えー、薬部のそうですね下下でまあまあ3章の、えー、この、えー、まあ3章のを読んでいきましょうね。 えー、2節から、えー、ちょっと読んでいきます。えー、私たちは皆多くの点で失敗するものですもし言葉で、えー、心配をしない人がいたらその人は体全体も立派に制御できる完全な人です馬を行使するために靴をその口にかけると馬の体全体をき引き回すことができます また、えー、船を見なさいあのように大きなものが強い風に、えー、押し流されている時でもごく小さな火事によって、えー、火事を取る人の思い通りのところへ持っていかれるのです、えー、同様に、えー、下も小さな火がですか大きなことを言って誇るんです、えー、ご覧なさい、えーえー、あのように小さい火が あのような大きい森を燃やします、えー。下は火であり不義の世界です。下は私の器官の一つです。か。体全体を汚し人生の車輪を焼きそしてゲヘラの火によって焼かれます。どのような種類の獣も鳥もウのも海の生き物も人類によって生成られるし既に生成されています。えー しかし、下、えー、を制御することは誰にもできません。それは少しもじっとしてない悪であり、死の毒に満ちています。私は下を持って主であり、父である方を褒めたえ、同じ下を持って神を、えー、か,たかたどって作られた人を呪います、えー。賛美と呪いが同じ口から出てくるのです。私の兄弟たちこのようなことはあってはなりません、えー。泉が甘い水と苦い水を同じ穴から湧き上がらせるな 私の兄弟チ一軸の木がブドウ、オリーブの木、えー、実を鳴らせたり、ブドウの木,木が一軸の実を鳴らせたりするようなことはできることでしょうか塩水が甘い水を出すこともできないことです。えー、あなた方のうちで知恵のある賢い人はで誰ですか、えー、誰でしょうか その人はその知恵にふさわしい柔和な行いを,を,を良い生き方によって示しなさい。ということで、えーまあ、このあなた方のうちで知恵のある賢い人は誰でしょうかその人はその知恵にふさわしい柔和な行いを良い生き方で打、えー、って示しなさい、はいえー。この箇所今日の学科から、えー、王の言葉は画家、えー、の えー、7章ですね画家の7章の「あなたの言葉は良い葡萄酒のようだあー私の愛に対して滑らかに流れる眠ってる者の唇を流れる」この9節ですね特にこのあ9節の前半ですね「あなたの言葉は良い葡萄酒のよう」ということで、えー、薬部の手紙から <laughs> 読んで、えー、改めて、えー ベテラン先生が説教したまあ困難な時にもまちょっと都合の自分の思うようにいかない時でも相手のせいに誰かのせいにするのじゃなくてまた失望なくたつぶやかずにということを示された朝の見言葉でしたはいスタートですこのような感じで今日はゴールデンウィークですね子供の日ですねはいえ 私たちには夫婦のことも言いませんけど、まあ、これも、まあ、つぶやかないで、感謝、感謝していきたいと思います。え、マサトです。え、このマサトのこの YouTube チャンネル登録、コメント、いいねボタンとよろしくお願いいたします。え、マサトです。この時を最後まで、もう10分超えましたですね。長くなりましたけど、マサトです。え、感謝して、イエス様のお名前によってお願いいたします。雨。え、感謝です。え、また、 お仕事での時はちょっとあどうなのか分かりませんけど、これも神様に委ねましょう。マサーでした。マサーとの、あまた、ミコトをンれててでお会いいたしましょう。仕上げ熱パジャンプルジュシャロム、シャロム。